はい、ウェルカム生存キーズ TV へこそ、サルです。さあ、今日はですね、チンピンルアーの紹介をしていきたいと思います。チンピンルアーと言ってしまうとちょっと失礼なんですが、最近、アメリカからのね、ルアー情報を入手しまして、どうやらこの今から見せるルアーは、アメリカのバスプロトーナメンターが密かにシークレットルアーとして結構持ち歩いてるらしいんですよ。今回は、ジグです。ヘアジグ。動物の毛を使ったルアーになります。さあ見ていきましょう。それがこちらになります。こんな感じで長い真っ白な毛をまとったジグ、その名もバックテールこう向くのかごめんその名もバックテールシャットになります。字が反対でしたね。今回動物の毛を使ったジグになります。しかも結構でかくないですか。日本で結構こういったねヘアジグ関係は出てるんですけど、大体がウサギか鳥の羽なんですよ。で、このバックテールって意味なんですけど、これは鹿とかトナカイを指す言葉らしいんですよね。で、なんかあとは馬も指すっていうこともあるらしいですけど、今回この鹿の尻尾、たてがみを使った、ジグ、ヘアジグになります。これが密かにシークレットルアーになっているようなんですよ。で、ちょっと開けてみてみますね。まず取り出してみます。お、針が結構でかい。もう引っかかってんな。おしょしょか、ちょっと待ってください。わ、毛の手触りが硬い。硬いね。ガッサガサしてる。なんかうちのね猫ちゃんがいるんですけど、うちに猫がいるんですけど、その毛をいつも触ってるから、これはちょっとガッサガサっすね。すごいヘアリーって感じ。もうブチブチ脱げてるし、これはねかなりね毛が強いっす。ガッチガチっす。硬いっすね。よく見ると中に2本鳥の毛が、鳥の羽が入ってる。鳥の毛じゃない、羽だが入ってる。これ抜けますね結構プチプチと。で、重さは今これ2分の1オンス買ってきたんですけど、最大でね 20g オーバーのものまであった。4種類ぐらいあったのかな多分。2分の1オンスが一番軽いやつ。まあ日本のおかっぱりのフィールドではというか、おかっぱりから投げるんだったら1/2、それ以上重くなってしまうと、まあ、操作がしづらいっていうのもあって1/2を購入してきました。価格は1000円です。どうやって使うかというと、まあ、ボートフィッシングでのトーナメンターの使い方は、もう本当にディープまたはボトムに落として早巻きだそうです。こう跳ねさせて使うんじゃないらしいです。巻いて使うそうです。まあよく見ると、お正月に使われる羽子板の、まあ、羽みたいなルアーですが、ちょうどね明日河口湖に行く機会がありますので、こちらの方試してみたいかと思います。水中でどんな動きを見せるのか、巻いた姿勢はどうなるかっていうところを見ていきたいと思います。まあ他にも河口湖に実調に行った時は他のルアーも使うんですけど、まあ率先してこれを使って様子を見てみたいかなと思います。こちらがね冬の釣りを打破するスペシャルシークレットルアーになれば面白いんですけど、どうなるかって感じですね。釣れたらもうワンサイズ購入するかもしれない。それでは明日河口湖に行ってみますね。こちらも使っていろんな釣りをやってみたいと思います。以上、スペースモンキー TV でした。バイ。